この動画をご覧の皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。チャンネル風来坊の間です。今回の動画ではサムネイルとオープニングの動画をご覧いただいたらもうご存知だと思いますが、モルックの個人練習です。今回もですが、ゲーム形式の私個人の練習の動画を載せたいと思います。さあ、早くもいい感じに11点。しゃ。さあ、17か39。16点。あと34。19、あと31点取れば終わりなさい。よいしょ。うまく10が行きましたよ。しゃ。さあ、あと21。え、あと18点です。18点なんで、残り18ですから、今ズームしますけど、この9を、この9
2回倒してもうノーミスで終わらせたいと思います。はい、はい、見ましたでしょうか。お、はい、今9倒しましたよ。あと1頭このですね、9を1つ倒してノーミスで50点達成したいと思います。なんかここがなくとすげえ緊張するな。今3つ倒れて44点。よし、ですね、これに伴いましてですね、この6、この6を倒して、合計50で、今回のゲーム式の練習を終わらせたいと思います。なんか早くも緊張してない。ノーミスパーフェクトまであとちょっとだから。ご覧の皆さん、ついにやっちゃいました。完全にノーミスならず。野球で言えばね、もう9回あと1人で完全試合達成っていうノーヒットノーラン、もう失敗したような感じの状況です。まあ仕切り直してこの6、1個倒して終わらせたいと思います。スコアはこのような感じです。ご覧いただけたでしょうか。
最後の最後ここまでスイスイ行ってて、これもノーミスパーフェクトかと思ったら一つミスって終わりです。今回行けると思ったんだけどな。まいったぜ。こちらこれでね、全部一度失敗しなかったらね、これすごかったんだがね、最後は爪の甘さっていうかさ、もったいないな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただいたら嬉しいです。引き続きモロッケの動画も上げていきたいと思います。それでは。